金曜日、イエーイ、嬉しい。やっぱさ、金曜日ってさ、社会人になってもさ、アイドルだから土日休みとかないし、なんならライブだから楽しみっていうのもあるけど、ライブだろうとライブじゃなかろうと金曜日っていうものはたぎるテンション上げってなる。きやみこ、寒くなったね。今日もこれ長袖だけど、ここ絶対寒いと思って、透けてるとこ絶対寒いと思って、ちゃんと上着を着ていきました。なんか一気に寒くなったねとか、残暑どこ行ったんだろうとか、なんか徐々にとか言ってたけど、日付見たらさ、もう10月近いわけじゃん。9月じゃん、9月の後半じゃん。ほぼあと1週間で10月だから、そりゃ寒くもなってくるわなと。にしても寒いけどね、にしても寒いけど、まあ寒くなってくる季節なんだよきっと今。ホットさん、こんばんは。こんばんは。ナリピー、こんばんは。こんばんは。よいしょ。衣替えしなきゃ、 100% 変えなきゃ。ちょっと前までだったらさ、まだこう薄手の長袖とか軽いトレーナーパーカーとかは夏になる時に出して、冬服とか秋服を全部しまっちゃったの。秋服はまだあるんだけど、もうね、夏服半袖とか多分もう着ないだろうから、今のもう急激に一気にやばい暑くなるとかじゃない限り、もう半袖とか着ないだろうから、また衣替えせねば。といってもなんか夏服出すときはなんかやったーってなったけど、冬服そんなにいっぱいしまってない気がする。気のせいかな。結構意外と出しておいたから、その寒くなったとき用に5月に帰ったから。ひやみこ、10月も多分あっという間に抜かそうね。もう今年はそういう年なのよ、早いの、あっという間なの。目が痛いぞ。どうしたんだ私。くまさん、こんばんは。やっほー。なんか多分ゴミ入った系の痛さだから、まあいいや。ナリピー、お彼岸過ぎました。過ぎましたね。もう秋だよ。小さい秋見つけたっていつ言うだろう私なんか毎年何かしらで言ってる気がする。なんか葉っぱ見た小さい秋とか、季節限定の歌詞、小さい秋見つけたみたいなね、意味わかんないよね。小さい秋見つけたって何やねんって。夫さん、今日長袖着た、寒くなったね。朝晩とか寒いもん。昨日あのパジャマも私モコモコを出しました。予備で出しといたやつ、ほぼほぼの冬用のさ、もこもこのパジャマは押し入れにしまってあるんだけど、その他よ、一個だけもし寒かった日用に出しといたやつ着て、マジで衣替えしようって思った。寝る時が短パン、夏のまま短パンに T シャツだから、もう冬でも私 T シャツに上着を着てるスタイルで寝てるんだけど、暑い寒いがすごい。まだね、寝る時はもこもこ着れない、布団がちょうどいい。もう朝とか布団から出れない、寒くて。ヌリピーな、お酒は飲んでないです。ゆりちゃん19歳なので、お水を飲んでます。みずきさん、こんばんは。こんばんは。ビギナーってついてる、ありがとうございます。しまりん、こんばんは。こんばんは。たじお、こんばんは。やっほー。玉平さん、こんばんは。こちらもそこそこ寒くなっております。お、結構変わるのかね、東京とそっちの方と。だいぶね、でもそうか、そっちの方が南だもんね、一応日本的には。どんどん寒くなっていきますよ皆さん。きらみこ、土曜のガスト9日まで開くし、9日のガストも中旬まで開かない。そうなのよ、みんな明日ライブなんだけどさ、明日のライブを逃すとさ、キュインズさんにしばらく会えないの。来てー、見に来てー。ピエン目がゴロつく。明日は横浜サウザンドクラブさんで
ライブ対面があります。ちゃんとね物販でも会えるし生ライブなんですけど、日曜日もライブなんだけど、日曜日のライブはオンラインライブです。お客さん観客ノー観客の無料で見れるので、ぜひ日曜日のオンラインライブ見てください。でね、今平日はほぼほぼライブがないので、その次の週は9月3日に私とさきちーが TGI 踏んでて、9月4日はないんですよ、ライブが日曜日ですね。でその後が10月9日に、キュインズの主催イベントがございます。いや来てお願い、本当にお願い。10月9日にあのですね、できれば1日空けといてほしいなと、結構ミータンとかも言ってると思うんですけど、なんかまだ確定の時間が言えないので、10月9日にキュインズの主催イベントが あるから、1日できれば1日空けといてほしいなという所存でございます。よろしくお願いいたします。平日金曜日なんですけど、結構頑張りたい。ごめん、めっちゃ目にゴミ入ってるやん。あのですね、久しぶりのキュインズの主催なんですよ。定期的なあの10月といえばあの子の誕生日だな的な、そういえばあの子も誕生日なんかイベント打ててなかったな的なイベント、いや10月といえばあの子も誕生日だし、そういえばあの子もキュインズ主催のイベント打ってあげれなかったなみたいなイベントなので、10月9日来てね。あと10月3日の TGIF も今日告知大抵が出たのでし直したので、10月3日初水着イベントです。ちょっとオンラインだからねあれなんですけど、チェキチケットを購入してくれたらとても嬉しいです。あと10月18日には私の出演されたジュエル DK も公開があります。来月ってなんかあんまりライブないけど結構忙しいよ、よろしくね。タジは朝寒すぎてパーカー取り出したら昼間さすがに暑くてバチクソ後悔した。いやでもさ、夜の帰り道を思うとさ、なんかしょうがないなって思う。で難しいよね今の時期、半袖に上着だとなんか寒いなって思ったりもするし、でも私リハとかだと夕方から出るからなんか結構寒い。で夕方リハ行こうと思って行ってたら、半袖の棒なんか男の人とか女の人見て、えみたいな、こんなに寒いのになぜ彼らは半袖なんだろう、あ昼が暑いのかなみたいな、そんなことあるって思う。昼とか布団に私こもってたぞっつって、ナリピー、そういえば店、そうゆうちゃんまだ19歳です、貫禄キーンズね、明日のライブを逃すとまた直接会えるのはもう主催イベントまでないから、会いに来てほしいなって。10月9日はね久しぶりの主催ライブだから、あの結構ねやっぱりこの期間入ってキーンズのライブオンラインでは見てるけど、あんまり現場にはもう全然行ってないな、3月以来行ってないなっていう人もぜひね、あの久々、対策はバッチリしてあるので久々に会いに来てほしいです。10月9日です、よろしくお願いします。もう9月って言っちゃう、すぐ9月って言っちゃう。ラジオ主催です、主催です、来てください。ヌーピー、ボスは TGIF 出ると思ってました、なぜなんでそんなことある。ボスはでもなんかせっかくならできることはやっていこう精神で生きております。キアミコ、 JLDK 特典会どうなんだろう、ごめん詳しくはまだ知らされていない、私もまだちょっと詳しくはわからないけど、10月18日には私に会える、キュインズのライブじゃないんだけど私には会えるよ、試写会だよ、試写会じゃない上映イベント公開日ということですね。ぜひね会いに来てください、一緒に見よう。映画が公開されるのを一緒に見れる回だから、上映会は私も多分分かんない、上映会とか出たことないから分かんないけど、多分裏で見てるから一緒に
見ましょう。ひっちゃんの映画の演技、初演技です。ほぼ初演技です。痛くはないんだけど、ゴミが視界に入ってくる。視界に入ってくるのが邪魔だな、ゴミが。痛くはないんだけど、そんなに。タジオ実質10月のワンマンぶりの主催。そうだね、実質っていうか 100% そうです。10月のワンマンぶりの主催イベントなので、ぜひ会いに来てほしい。前髪がキモい、さっきから。そしてやっぱり目が気になる。目薬を探す。レイピン、ドスの聞いた声にドス聞かせといた方がみんな聞いてくれるかな。みんなボスの言うこと聞いてくれるかなっていう期待を込めたドスのかかった声。近づいているよ。あったあった。きらめこそ18はまだちょっとわかんないかも。でも18日のその受賞会のチケットももう発売してるので、ぜひに。リピ、ビジュアル担当だから出るんじゃない。ビジュアル担当だから TGIF に出ると。なるほど。もうさ、セーラームーン見ててさ、最近録画で借りてきた、録画じゃない、 DVD でセーラームーン借りてきて見てて、あー美少女戦士になりたかったなってずっと友達に愚痴してた。私も美少女戦士になりたかったな。セーラームーンになりたかったなって。魔法少女はまだ希望があると思って生きてるんだけど、美少女戦士になりたかった。自分のことを美少女戦士って言っちゃうくらい美少女なのよっつって。美少女戦士になりたかったよって。でも友達がね、なんか勝手に名乗ればいいじゃんって言ってた。なんかビジュアル担当って自分で言うと、ビジュアル担当って言うとなんかすごいふふんみたいな感じがするから、美少女戦士って言えばゆいちゃん何かと戦いなよって言われた。美少女戦士って名乗っていこう、名乗っていっていいかな今後。何かと戦う、何の戦士なのかは自分でもちょっとあんまりちょっとまだ分かってないんだけど、美少女戦士、キリンズの美少女戦士すごいじゃん。自信満々な人じゃん。自信はあるけれども。キラネコ、ドス聞かせで可愛く言った方が、まあね、アイドルだからね、さ、お願いだから来てねっていう願いって、お願いマイメロディーちゃんだから。そういうこと。私のドスはお願いっていうより来いよーっていう、そう、来てくれよーっていうお願いというか懇願、懇願、脅し。めてよもう。私はウィズライブの子だったけど、オンラインライブで物販できない。そうです、27日に、22日のライブはオンラインのみで、物販特典会がないので、4月とか5月6月ぐらいのにも、その物販がないオンラインだけのイベントの時とかにネットチキ会とかウィズライブやってたから、そのノリ。イヤホン持ってこう。ちょっともうイヤホンポーチに入れるわ。あのね、前最初の方やってたウィズライブは本当誰もいないところで2人きりだったからいいんだけど、ライブのね特典会だとマジでライブの特典会みたいに他の人もいるところで、あのガヤガヤしてるところでやるからね、このイヤホンを忘れないように私はしっかり入れる。これをポーチに入れておけば忘れないし、一緒に喋る人の声も聞こえるし、こっちの声もあっちに聞こえる。入れた。2日後だけど。きらめこ、舞台挨拶って本当にあった怖い話かな。あの渋谷のライブハウスとかあるとこかな。喉が痛いっていうか、すごい詰まってる今。渋谷は渋谷だね。多分同じ気がする。私の前の前作の会場と。
しゃっくりが出だした。多重他の人がいるところでとか恥ずかしすぎ。でもさ、なんかさ、別に他何回か経験したけど、まず他のメンバーのこと見てないし、誰かが誰かと喋ってるのニヤ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 見てたりしないし、なんか逆に普通の対面の特典会よりもお互いに見えないし聞こえないから、あとちゃんとイヤホンすれば相手の声もこっちに聞こえないし、もしさ私が喋ってるのをさ聞かれてたとしてもさ、なんか何の話してるんだろうぐらいだから、タジオさんが変なことしない限りは大丈夫です。久々ですね、ウィズライブは。きらみこフライパンは受け取りました。でかくはないかな、わかんない、まだあの料理してないけど、最近ハマってるキャベツとか炒める分にはね、最初はでかくないとキャベツが溢れ出しちゃうからちょうどいい気がする。ニピ、喉とか目とかしゃくとか、うん、大丈夫だよ、問題はないよ。目は別に私のせいでもないし、ゴミ目はマジゴミ入ってきただけだから、イエーイやる気ないギャルのイエーイ、あーマジウケる、イエーイ、何も受けてないギャル、イエーイ、ウケる、何なんだろうね、ウケるって。私もすぐ言っちゃうけど、ウケるねそれっつって受けてる。ふう、水。タジオさんはあの変なこととかしてないか、そっかい、そっかい。ということでね、再び告知させていただきますと、まず明日9月の26日土曜日、横浜サウザンドクラブさんと横浜にあるねライブハウスさんでライブがあります。 This is our home、 This is home hours、 home hour みたいな、なんかそういうやつ何度かねこの期間に入ってからたくさん出演させていただいてるイベントになります。出演時間が14時30分お昼過ぎからですね。ぜひぜひ朝も早くないので明日のライブ遊びに来てほしいです。明日のライブを逃すとしばらく会えません、直接。そして27日日曜日、あさってではですね、オンラインライブがございます。誰でもあの見れるオンラインライブですので、ぜひぜひこの機会に新しいキュインズを見てください。そしてその27日はウィズライブでの特典会もございます。久々のウィズライブ、会いに来れない人もオンラインでまたお話しすることができるので、そちらの特典会もよろしくお願いします。そして10月に入りましたら、10月3日の東京グラビアアイドルフェスティバルオンライン2020TGIF に出演させていただきます。キュインズからは立花ゆりと鳴海咲菜が2人出演します。2部ですね、11時20分からの、ちょっと朝早めなんです、早さとか昼前ですね、11時20分から2部の A ブースに出演させていただきます。その配信自体はミクチャで無料配信なので、ぜひ誰でも見れます。でもできたらみんな見るよって人はチェキを買ってくださいチェキ買ってくれたらさ、今だったらまだ宛名もつくしさ、誰々さんってできるから、わかんない、当日コメントが読めるのかとかもわからないけれども、チェキ買ってさえくれたら今であれば宛名がつくから、買ってくれた誰々さんありがとうってできるから、ぜひあの9月29日まで宛名入り水着チケット発売中です。みんな買ってね、買ってね、お願いお願い、メメロディ、はい。そして10月9日です、さっきから何度も言ってます、10月9日金曜日にはキュインズの主催イベントがございます。東京都内です、都心です東京の都心の方でイベントがございます。そちらはですね、まだ詳細時間等は告知できないんですけれども、キュインズの主催イベントです。できればお昼頃から開けててくれると助かりますね。あ、対面できます、会えます。
はい、10月ってあの子の誕生日だったな、そういえば夏に誕生日だったあの子のあれで出ないなっていうイベントなので、ぜひぜひ皆さん10月9日開けておいてください。よろしくお願いします。10月誕生日のあの子だけじゃないんだよみたいな、キンズのしね主催イベント自体も久々なので、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。10月もねだいぶ少しずつあのカレンダーに入っていっておりますので、その他のイベント情報なども仮とかも入ってるから、キンズのホームページチェックしてください。そして10月18日には私事ではございますが、立花ゆりが出演しました、ジュエル DK の上映会イベントが渋谷でございます。そちらのチケットも発売中です。一緒に出演した JLDK 見ようね。よろしくお願いします。レイピーサイバさんって TJF 出ないんじゃない、知らない、ツイッター見てあげてサイバさんのツイッター見てあげて、出ないんじゃない、現状出ないっぽいけど。おばさん買ったよありがとう。ナビピー企画ないよバレバレ、いいのいいの、あれおいおい言うからいいの別に言ってないし、私的なことしか言ってないし、そうじゃないかもしれないし、カッコ借りだし。ゆえさんこんばんは。こんばんは、はい、イエーイ。ゆえさんそう TJF タイトも出たね、他のアイドルさんとかのタイトも出てるから、ぜひぜひ当日配信はマジでただめくちゃで見れるよ、めくちゃで見れるよ。今日はねこの配信が終わったら寝ます、お風呂に入って。髪をさ TGIF までには染めたいんだけどさ、今日はもう元気がないから TGIF にする。TGIF か明日の夜染めようかな。なんか色落ちがめっちゃしてるわけじゃないじゃん、結構綺麗なさ色残ってるんだけどさ、なんかやっぱり入れたてよりはくすんできたのから、色がくすむ、うん、入れたてよりは色がくすんできたから、また多分入れ直したら綺麗なしば漬けになるんだけど、入れるちゃんと色、今度今度。ナリピーツイッターフォローしてるけどちゃんとチェックしてません。まあフォローだけだとね結構さタイムラインで流れるよね、難しいんだよねそこがね。なんか全然最近見ないなと思ったらさ、自分のツイッター見てる時間と合ってない人とかいない？めっちゃ自分がツイッターを見てないのに 100% 仕事中にいっぱいつぶやかれたらさ、仕事終わってバーって見たらその時つぶやいてる子が上に出てくるじゃん、まあ、設定によるけど、私は時系列順にしてるから、なんかおすすめ順みたいなのにしたらトップツイートかなんかにしたら結構なんか時間に関係なく出るらしいんだけど、私は時系列にしてるから結構お昼のアイドルさんのツイッターとか見逃す、朝とか。ともひろさん明日配信見るね、嬉しい、ありがとうございます。明日も明後日も配信あるからライブぜひ。ツードやっほー、ゆりーゆりー、私はまだ綺麗じゃんって思ったけど、すっげー抜けてはないんだけど、多分入れたら入れたでまた綺麗な色になるのよ。このさゆえさんのさアバターのさ髪色ぐらいまで復活するのよね、抜けてはないんだけど、なんかちょっと元気ないって感じ。前髪の方が染めたばっかだから元気あるけど、でも結構抜けてんな。前髪は秒で抜ける色が、毎日アイロンしたり汗かくから。しば漬け、しば漬けカラー。しば漬けって最初に言ったの水木ちゃんだからね。なんかゆりの髪色しば漬けみたいだねって。リストに入れてるのそちらで見てる、リストあると便利だね。結構私もキュインズっていうリストファンの方が作ってくれることとか、通知なんか公開リストだと通知が来て嬉しいってなる、可愛い人とかいうリストに入れましたみたいな通知来るとわーいって、コスプレイヤーとかだったらわーいってなる。エリピリじゃない、ゆえさん色見本、色見本しば漬け、美容院行ってしば漬けにしてくださいってやばいやつやん。
よし、今日も最後に何か歌って終わろうかな。歌いたい気分、突然に歌いたい気分は突然に何かを歌って終わろうと思います。何歌おう、ぶち上がるやつかお休みするやつかぶち上がるやつかお休みするやつか、どっちか、どっちがいい？お休みするやつ、なんかバラードかぶち上げか。ちょうど出社する頃に毎日おはようてる、ちゃんとそう朝はね起きるのよ、二度寝するけど、85% 二度寝するんだけどあとの 15% で起きてる。 85% 二度寝するんだけど、なんかとりあえず起きてツイッターする元気はあるのよ。今日もみんな頑張りましょうっつってスヤってる。でもツイッターしてから30分ぐらいは起きてるけど、リプとかツイッターを追って。メリピー、自分のリストもどうだろう、なんかそのリストを公開にしてる人は入れてる人に通知がいってるかも、このリストにあなた入れられてますよみたいな。非公開リストだとその通知が多分来ないはず。よりゲームを歌の時間だよ、ゆえさん歌やった、ありがとう。打ち上げ恋の穴、ヘイボイ、Hey guys、 とびきり大好きナンバーワン。打ち上げるか、最初にぶち上げでって言ってくれたからどう、どうし、ぶち上げ太郎。あ、でも私が最後の前歌ってから誰も歌ってないっぽい。人気曲ランキング、あ、人気曲ランキング5位までしかないんだ。あ、もっと見る。ぶち上げ、なかなか人気曲ランキングに入ってきてない模様。トトロ、トトロ隣のトトロ隣のトトロ、オアドラえもん、トトロオアドラえもん、オアタタタッチ、オアセラムーン。メリピはキンズで公開リスト。キンズもね、前面とかいるから、前のメンバーとかいっぱいいるからね。よし、トトロオアドラえもんオア、なんて言ったっけ、タッチ、先着順、先着順、最初にこの3択の中からどれがいいかって言ってくれた人のにする。トトロオアドラえもんオアタッチトトロでぶち上がるのかって言ったら3歳ぐらいしかぶち上がんないと思う。トトロでぶち上がれるの3歳でしょ。お、あ、お、トトロとタッチが同時に来たぞ。トトロ、あ、タッチにしようか。タッチ2個来た、今タッチ2個来たからタッチにしようか。よいしょ、ちょっと一瞬縦にしますね。それでは本日のお休みソング、お休みぶち上げソング聞いてください。タッチ、オタク大体3歳だからいける。
れた風景。懐かしい。確かに年代的にはゆえさんぐらいなのかな。ハイピーボスなリアルみなみちゃんなれそう。いやみなみちゃんほどけなげじゃないもん。メガホンはねみなみちゃんの気持ちでね踊ってる時あるよたまに。メガホンはあの元のハレンチパンチさんが結構その野球部のマネージャーじゃない、部活のマネージャーじゃないけどその運動部に恋する女の子の歌として歌ってたから、振り付けにもねここはちょっとみなみちゃんポイントって先生が言ってくれる時もあるし、なんかちょっとしょげてるかとことか、トナパラも一箇所なんかみなみちゃんポイントがあるみなみちゃんな感じでもうっていう感じでやりなさいみたいなポイントがある。音符たくさんありがとうございました。というわけで、明日のライブなのでぜひみんな会える時は近所に会いに来てください。10月9日もよろしくお願いします。それでは本日もありがとうございました。パチパチもありがとうございます。またお会いしましょう。以上ベッドできるアイドルキュインズの立花ゆりでした。おやすみなさーい。くまさんおやすみ、きらめこありがとう、おやすみ。レピカバー曲そうだよ。おとさんありがとう、ゆりさんお疲れ様でした、おやすみなさい、バイバイ。